XGC、えー、チャンネル今日のコメントはですね 理科系すぎてですね <laughs>、もう理科系にとらわれてないというか、理科系のなんか、うさんくさい部分とかがすごい気になってきて、例えばだからその理科系って言っても、ちゃんとエビデンスがなかったりとか、そういうふうなものっていうのは全て信用しないとか、なんか存在しないとか、なんかそういうふうな考え方っていう人も結構いるんですけども、そういうのではなくて、まあもともとかスピリチュアル系のこととかも 好きで理科系なんだけどもそういうこともまあ単に好きだっただけなんですけどもね、まあ、このペットボトルの水っていうのは10年以上前なんですけどもあのベストセラーであのアメリカの本で「沈黙の春」っの っていうのがあってですね。そこであの、ものすごいあの、環境ホルモンっていうのが話題になって、今の40代ぐらいの方、以上の方とかだとその環境ホルモンとか、まあ、オキシンだったりとか、なんかそういうふうなものっていうのが記憶にあると思うんですけども、ほんの微量の、例えばだから50メートルプールに一滴入れただけでも、それなりに体に色々変化が起こってしまうっていう、そういうふうなこともあるっていう <laughs>。 なんで,すよ、ね、で環境ホルモンっていうのは結局そういうふうなことじゃないかということで環境ホルモンっていうのはなんか良くないみたいなんだけども <laughs> これあんまり突き詰めると何にもできなくなるぞっていうもう今の科学文明今のシステムを全てだから否定することになってしまうぞっていうところですねもうなんか世界中でもなかったことにしてるだけなんですよねなんで,でその沈黙の春とかそれをもう一回だからなんかこう焼き直したみたいな本とかを読んだのかななんかその時にそれをすごいだから感じてペットボトルの水を信用してないっていうの もうここれもだからある種科学的なことなとんですよね結局はだからなんか何を信じるかっていう問題になってくるんでだからまあそれを言い始めるとだから例えばこの例の存在だったりとかまあそういうふうなものっていうのもそれがだから、えっと、存在しないっていうことを科学的に証明できない限りはあるかないかが分からないっていうのが真の科学的な理科系の立場だと思うんですよね。それがなんか中途半端なクソなやつは <laughs>「いやそれは非科学的だ」みたいなこと言うんですけどもそれが一番クソで。 っていううのは本来そうですでしかも,もう今の量子力学とかになるとここにあるものはものだけどものではないここにある確率は高いけども絶対ここにあるかどうかは波動方程式的にはもう定義できないというかもう確率的にしか存在しないっていう考え方もうそれはだからそブッダが言った色即是空っていうのと同じことではないかっていうのがもう量子力学者の間ではまあ量子力学者の人もいろいろいるんですけども <laughs> その中でもまあそういう人たちはそうやって全然か科学なんか 理実験とか理科系とかか系やんななくても単なる瞑想だけでそこまでいけてるんだみたいなそれがだからこんだけ実験してやっと分かった話がもう何千年も前に分かってる人いるじゃないかみたいなすげえなーみたいな話もなってたりして僕はなんかそっちの方がすごい好きでなんでまあそういうでか二重スリットの実験とかね二つの鉄板かななんか金属のスリットがあってそっちに出てこ,うこっち側から電子銃をこうバーってこうやって打つと見てる時は 粒子の、それの延長線上に2つのこう電子の線ができるんですけども、見てないときは電子は 波とななっっててにるいうそういうあの二重スリットの実験っていうのがもう1960年代にあるんですけどもこれとかもだから全然なんか、えー、ちゃんと解明はできてなくてですね「いやいや不思議だね」っていうだけの話なんですけどもか分かんないことっていうのはねなんかうやむやにするっていうかねみんな忘れるんですよねそれ考えてもしょうがないからっていうのでそれをだからまあそうやって何十年も経ってもだからね1960年代なんでねもう50年以上経ってるわけだからそれが量子力学である程度分かってきてですね物質っっててののはその粒子って いうものっていう考え方とえ波動っていうものじゃないっていう考え方、要は色即ゼク、それの考え方っていうのが量子力学でもだんだんわかってきて、でまあ単純に考えるとですね、だからその電子が波になったり粒子になったらしかもだからえ観察してるときは粒子になって見てないときは <laughs> 波動になるということはですねえ、その人間の意識というものを電子が 感知してるっていう風にしか思えれないじゃないですか。で、それをだから非科学的という考え方自身がクソな科学者だと思うんですよね。だから本来の科学的な考え方、理科系の考え方ってのは、それがだから可能性としては否定はできないわけなんで、信じるか信じないかっていう、まあだから信じるものほど救われるっていう世界になってくるんで、結局スピリチュアルな世界になってくるんですけども、そうやってなんか、お医者さんと心理学者と量子力医学者、 とスピリチュアルの人たちその辺の人たちが対談してあのわきあいあいと話が盛り上がってるっていう風なのもいっぱい本があってですね僕はそういうのを見るのが好きですなんでバリバリ理科系っていうのはね俗に言う理科系っていうのよりは全然僕は超越してますよっていう <laughs> クソ自でしたはいありがとうございます